僕のやってる講座ってどういう構造になってるかというと、伝達力系とビジネス系の2種類なんですよ。で、まあ、伝達力系っていうのは話し方の学校のベーシックコース、アドバンスコース、テクニカルコース、ダイナミックスピーキングアカデミーコースみたいなんですよね。で、ビジネス系って別にも決まってて、まずオンラインサロンカモビズでしょ。ビジネス実践塾 2days でしょ。ビジネス YouTuber の学校でしょ。そして今、伝承塾っていう経営者向けのコースをやってる。もうこれしかないんで。だからビジネス系誰を、どれを受ければいいですかって言ったらこの4つで自分に必要だと思ったものを受ければいいですがもう答えになります。で、もっと深い答えを言った方がいいんじゃないかなと思ったのは、実践している状態で学ぶがいいと思います。要は学んだ後に実践しようとする人多いんですけど、もちろん YouTuber の学校とかはそうせざるを得、でもそんなことねえな。ビジネス YouTuber の学校でもそうだ。YouTube を一個も解説してないし、一本も動画を上げてない状態でビジネス YouTuber の学校を受けて理解するの、むずいんですよ。でも YouTube をもう解説してて、動画を例えば100本とか上げてると、ビジネス YouTuber の学校を受けると、これ神だ。神の啓示だってくらいわかるんですよ。やっぱカモさんって全部積み上げてきた人だって痺れるんですよ。これは実践してる人だから理解できるっていう領域が必ずビジネスにはあるからです。だから学んでから実践するしかない時もあるよ。例えば会社員をやってて一度もね、ビジネスの勉強したことない。初めてです。もちろんあるあるある。その場合はカモビズみたいな、毎日こうやって思考力を鍛えるみたいな土台を作って、そして次に YouTuber になりたかったらビジネス、発信力高めたかったらビジネス YouTuber の学校だし、もっと広くビジネス全体を学びたいんだったらビジネス実践塾 2days なんだよ。ここ一番いろんなものを詰め込んでるので。もうカモビズを、カモビズのいろいろ流してる鴨頭義人の脳みそで、得た実験データを2日間で届けますか、ビジネス実践塾 2days なので、カモビズと、ビジネス実践塾 2days は両方受けた方がいいと思ってます。全く違うタイプだけど広くビジネスの土台を勉強する場所なので、 YouTuber の学校は全くやる気のない人は受けなくていいです。 YouTuber やらないけど受けてみたい、まあまあ受けちゃいけないとは言わないけど、いや多分回収できません。本当に YouTube やるっていう人だけの専門的な学校、専門学校、こっちは。でもカモビズとビジネス実践塾 2days は何からやっていいか分かんない人にはめっちゃ向いてるんで、これはもう両方受けとけばいいと思います。で、経営者になるための勉強とか、経営者の人の悩みを解決するのはもっと上、伝承塾でやってるので、それ受ければいいと思います。プログラム的にはね。でも、そのプログラムの回収率とか、回収スピードを上げる方法は、実践してる状態で学ぶですね。めちゃくちゃすぐにスコスコ入ってくるんで。で、これ時々僕このエピソード喋るんですけど、昔、もう、7、8年前かな、ヒロキングと2人で、商品作りセミナーっていうのを受けに行ったんですよ。商品の作り方。で、僕らは商品の作り方、正直言うとできるんです。商品バカバカ作れるんだけど、結構聞かれるんですよ。どうやって作ればいいんですかって。その時に、なんか論理的に説明できなかったんですよ。俺、商品どうやって作ってるかというと、なんか、ピカー来たこれだとか言って作っちゃうんで。これ教わる側からしたら最悪じゃん。どうやって商品作るんですか、なんかね、天から降りてくんだ。うわーってなったらイメージが湧いてさ、あーこれを教えたら受講生がこんなになるって言ったらバーっていつの間にかできちゃうんだよ。最悪でしょこれ。先生としては最悪じゃん。なんかヒュンって来たらパーンって打つんだみたいな、長嶋茂雄みたいな感じで作ってたから、これ教えれないなと思って、教えれるようになりたいっていうニーズで商品作りのセミナーを受けに行ったの。これ1人50万、だから2人で100万円で 2.5 日のセミナーで、最後のなんか日は俺行けなかったんで2日間だけ受けたんですよ。でもう受け始めて、俺がここもちろん一番前に座るわ、講師の前ね、隣にヒロキンがパソコン開いてこうやってやってるわ。で俺はああうわ確かに、どうしてああとか言って受けたら、すいません、静かにしてくださいって怒られながら受講して、で、初日の、午前中受けながら、時々ヒロキングが質問してくるのよ、講座受けながら一緒にね。単価はとか言って。28万7千。はい。期間は、6ヶ月で。はい。で、初日のランチの時間になるじゃんか。じゃあこれからランチ休憩でーすって。ヒロキング今んとこいくらーって。あ、2700万です。っていう受講方法です。
要はセミナー中にも商品作ってるんで、うちらは。もちろん商品の作り方を教えるコンテンツはまだできないよ。でも儲けてるとさ、商品がもう作れるじゃん。だって商品作り教えてんだから。でも僕ら以外は大体商品作りセミナーを聞いて帰っちゃうんですよ。俺たちその場で作るんで。っていうか、セミナーを聞き終わった後家に帰ってもう一回セミナー振り返るとかめんどくさくないんだ。え、俺今一人になった？俺それがわかんない。なんで持って帰れるのかわかんなくて。俺その場だけどね。おお。まああともう一個面白いこと言ってあげるね。これ本当にみんなが真似できるかどうかわかんないんだけど、これは僕じゃないんですけど、僕独立して最初仕事ないから、勉強、しかも勉強したことなかったから、とにかくマクドナルドの退職金を全部勉強に使い切るっていうのを目標にしてて、1000万円分勉強しようと思って、結局2年間で1000万使い切れなかったの、800万しか使い切れなかったんだけど、だから高額セミナーばっかり受けまくってて、最初に買った高額セミナーアチーブメントなんですよ。で、アチーブメントのスタンダードコースって言って3日間のコースがあって、で、最初の頃分かんなかったんだけど、俺アシスタントつってフォローのために何回もそのコースに行ったのね。10回以上行ったと、もっと行ったかもしれないな。あ、ほんで見てるうちにね、あることに気がつくんですよ。休憩中にやたら廊下で電話してる奴らがいるんですよ。でも廊下でグワーって、はい、始まりましたって手帳なんか書きもなんかあってやってるわけ。で、なんでだろうと思って、その人たちのことを、先輩のアシスタントやってる人に、あの人たちなんかいつも電話してるんですけど、何してるんですかねって言ったら、あれ、保険の営業マンって。え、保険の営業マンっていつもあんなに電話しなきゃいけないんですかって言った時に教わったのが、あ、鴨下さん違うんですよ。あれ、わざと講義の日に電話してるんです。講座中にセールスマンマインドが上がってる状態で電話するとアポイントが取れるからだって。おお、わかりました今の。すごいよね。わざとその休憩中とか授業が終わった瞬間にアポを取るんだって。自分の波動がぐわー上がってるから。さすがだなと思った。こういうことです。セミナーはただこうやって受けるよりも、もうやりながら受ける、これが一番学びになるので、こんだけ受けてるんだったら、もう次から受けるときは、もうやりながら受ける。やり終わったらすぐやる。っていうやり方が一番いいと思います。だって、ボイストレーニング受けてさ、家帰って次の日にカラオケボックスで歌うの無理くね？今教わって今、あーってやった方がいいじゃん。そうだよね。それと一緒よ。セミナーも一緒。実践しながら学ぶ。これをやるのがおすすめです。これは全員関係あります。以上です。ありがとうございます。ビジネス力を学び続ける、磨き続ける、長期的に成長したい人にぴったりなオンラインサロン。それがカモビズです。カモビズで仲間になってビジネス力を高めていきましょう。いいね、いいね、いってらっしゃい。